どうも、ワニです。そしてこちらはうちの爬虫類館のね、大型熱帯魚が混泳する3メートル水槽、ピラルクやアルビノシルバーロアナ、ノーマルシルバーロアナ、タイガーシブルノーズキャット、ついでにセルフインプルクが入ってます。今回ね、この子たちに、ね、餌やりする動画になるんですけども、今回与える餌はこちら、生きたニジマス20匹。これ食用でね、販売したんですけども、こちらを餌用にこの水槽に投入していって、こいつらが魚を捕食する様子を見ていこうかなと思います。それでは投入。早速食べたのか、ちょっとスローで見てみましょう。一発目食べてなさそうだな。二発目もスルッと抜けて口の中に魚入ってなさそうですね。よく見たら食べれてなさそう。これ結構ピラルクってね、周囲の水ごと吸い込んで捕食するタイプなんで、しっかりと獲物を狙って食べない節がありますよね。当てずっぽでとりあえず口を開いてみたけど、食べれてないことが結構あります。お、はい、通りすがり様のニジマスを的確に狙って捕食できました。2匹目ゲット。うまいですね。結構ニジマスから距離あるところですでに口を開いてますけど、しっかりバキュームできてます。どんどんいきます。捕らえた、逃した、追いかけて取った。はや、ちょっとスローでも何が起こったのかよくわかんないですけど、一瞬で口の中にニジマスが吸い込まれていきますね。どんどんいきます。取った、続けざまに取った。途中までどっち狙ってるかわかんなかったですけど、急に方向転換して取りましたね。その後もさっと首の振り返りが早いですね。さらに取った、と外した、取った、振り向きながら一瞬で吸い込みました。砂ごと吸い込んで、砂はエラから器用に出してますね。隅の方に集まったのを取った。プレコがびっくりしてます。かわいそうに。タイガーシャベルノーズキャットも取った。めちゃくちゃ早い。微動だにせず待ち構えて、のんきに泳いできたニジマスを大口で一飲み。すごい大きく口が開きますよね。アロワナたちはなかなかニジマスを捕食できないみたいなんで、人工飼料を食べてもらいます。恐竜さんから出てるビッグカーニバルっていう餌ですね。アルビのシルバーアロワナも食べます。久々にアミヤカルバにも与えます。ニジマスとアミヤカルバどっちもね、同じ北米原産なんで、こいつにとっては故郷の味かもしれませんね。食べた。一口サイズで餌にちょうどいいサイズのニジマスですね。死んでしまったニジマスは亀の水槽に放り込んでおけば食べてくれます。こちらはヒラリーカエルガメ。勢いが余りすぎて砂利ごといっちゃってますけど、ちゃんと砂利だけうまいこと吐き出して食べてくれてます。 G-BEN6 長首ガメも取ってますね。この程度のニジマスだったら何匹でも食べれちゃうね。こいつらも普段は人工の亀用の餌をあげてるんですけども、やっぱり生の魚は食いつきがいいですね。とっても美味しいみたいです。ただ亀にあげるとどうしてもね、噛みながら食べちゃうから、内臓が水槽内に飛び散ってだいぶ水が汚れちゃいますね。この後水替えしなければいけない。一飲みできるサイズなんですけども、どうしても噛み方をミスって、なんか綺麗に飲めないような感じで噛んじゃうと、手で引きちぎったりして食べちゃうんですよね。みんなモリモリ食べてます。
という感じで今回は我が家のペットたちにニジマスを与えてみましたという動画でございました。また今後もね、いろんな生き物に餌を当てる動画出していきますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。